どうもブルーエンカウントです。さてブルーエンカウントなんですけども、2020年4月8日にですね、僕たちの新曲ハミングバードというタイトルの新曲が配信限定でリリースされました。ありがとうございます。まあ、この楽曲はですね、あのテレビアニメ、アヒルの空、オープニングテーマとしてね、流れておりますけども、まあ、すごくブルーエンカウントらしい温かい、あの背中をもう押して押して押しまくってるような楽曲なんですけど、うん、まあ、なんでしょう、こう結構こう現実的なことを切り取ったりして、こうなんでしょう、ただこう背中を押すというよりかは、その現実をしっかりこう見据えて、しっかりこう一歩一歩前に進んでほしいという僕たちの思いというものがこもっておりますので、ぜひね、あの今回配信限定ということですので、今ねちょっとお家にいて、こう外に出るのを自粛しなきゃいけないというこのご時世なので、だからこそ家でできることって言ったらなんだと、爆音で音楽かけることですよ、うん、ね、隣にあのちょ壁が、ね、薄いところあるんで、爆音で鉄筋コンクリートの方はすごく爆音で聞いていただきたいと思いますけど ね、一回壁のコンコンって確認して、共鳴具合確認してその音量調整していただきたいなと、ね、分かると思います。分かりますかね。まあまああの、まあ、無理ない程度に、爆音すぎるとお耳に悪いですからね、ちょっとあれしていただきたいんですけど、はい、まあでもイヤホンでね聞いていただいてもいいので、うん、思いっきりほら歌えるのが家の中ですからね、あのお風呂の中とかでいいですし、いいですね、好きなところで好きな時間にですね、うん、ぜひこの配信限定のハミングバードを聞いていただきたいなと思っております。それでですね、ブルーエンカウント、5月からですね久々のホールツアー、1年ぶりですね、はい、ホールツアーが始まります。タイトルはブルーバードということでございまして、ハミングバードをリリースしてブルーバードということですからね、うんうん、ハミングバードというのが、まあ、幸せの兆しという意味があって、ブルーバードっていうのが幸せを運ぶっていう意味があるので、まあ、ちょっとこれは私たちがしっかりと、このご時世だからこそ、来てくれるあなたにですね、まあ僕らなりの幸せというものをこう、ちゃんと手渡しできたらいいなと思って、決意を持って、挑むツアーでございますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。さて、来ましたけど、まあ名前は変わったんですけど、あの相変わらずあるということでマイ検索ワード来ましたのコーナーですけど、もう今はもうもっぱらコロナスペースなんとかですよ。間違いない。まあ予防とかじゃね、あー、そうですね、ですね、なんかこうマスクもね、なかなかこう品薄な感じはありまして、ただ私ね、その奇跡的なんですけど、本当に結構な確率で出歩いた先にマスク置いてある時多いんですよ。確かに俺田辺ちと出歩いてマスクゲットしてるから、ね、そう、確かにね、いいな。だってそれこそ一回あのラスベガスのツアーで、うん、フィアンドローシングラスベガスのツアーで、はい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 、僕ら新潟でね、はいはい、あのゲストとして出させていただいて、うん、でそのまず駅降りて、うん、いろいろ探したじゃん、うん、コンビニとか、はいはいはい、あのドラッグストア探したけど、うん、ない、うん、で俺らのリハが先に終わって、でちょっと時間があったから近くのもう大きいなんかドラッグストアとかコンビニとかスーパーとか全部行ったの俺、うん、全然ない、うん、もちろん、うん、全然ない、うん、でうわないわやっぱないかっつって、その後お互いのねラスベガス俺らのライブが終わって、打ち上げも終わって、うん、でよっちゃんと2人で先にちょっとホテル帰るわってなって、はい、バーって歩いて、もう何の気なしに入ったホテルのすぐ近くの繁華街のセブンイレブンにあったんですよ。へ、はい、えーえー、ってなって、嘘でしょって最初思って、なんかあの作り物かなって最初思ったね絵かなと思ったけど本物で、普通に撮ったよね、もう飛びつきましてよっちゃんのところで、はい、すごい。だからそういうの結構あるんですよ、なんかマスクの髪に愛されてるかもね。で僕この前もあのバス停でバス待ってて、あ結構あるなと、時間が10分ぐらいあるからちょっと、まあ、近くのコンビニ寄ろうと思ってパーッと入ったらもう普通に置いてて、いや珍しい、みたいな。コンビニで買えるのはなかなか珍しい。でもうえこれ本物かと思いながらこう撮ったりとかスーパー行ったらちょうどワゴンセールとか、へー、だから逆に貪欲じゃない方が、あーなるほど、その何の欲もない方が意外にね、うん、ゲットできるっていうのありますから、うん、でもともかくね、あの手洗いうがい、そうだね、あと携帯電話にもやっぱ付着しやすいらしいので、携帯もちゃんとアルコール消毒、そしてあの顔にも付着してる可能性が高いから顔まで洗うといいらしいです。もう私は全部やってます、あの手洗いうがいはもちろん、うん、顔洗い、あと鼻うがいをして、で髪とかももうさーってやったりとか、全部してあの自分の中でね、ちゃんと合格点を決めて臨んでますから、ね、手洗いもね30秒はしてくださいね、はい、結構長いですね30秒って。でうがいもね薬入れてうがいをしすぎると喉荒れちゃうので、そうだね、まあ、2回に1回でいいです、
はい、ぜひちょっとこれ試してみてください。一体何のコーナーになったのか分かんないですけど、お昼の情報番組みたいな感じになりまして、まあ、とにかくね今はねしっかりとみんなで予防をして、菌を体に入れないことが蔓延を防ぐ鍵になりますから、大事ですからね。はい、なのでね、もう不要不急の外出は控えると、まあよくねテレビで言っていますけれど もうこれが何につけ大事なことなんでございますので、皆さんぜひしっかりと今はね我慢して、春のツアーでお会いしたいなと思っております。はい、なので今のところは開催するという感じで、もちろん、はい、見込みはありますけど、まだまだね予断を許さない状況ですので、皆さんぜひね、体調管理を気をつけて、行っていただきたいなと思います。さあということでございまして、じゃあ以上ということでいいですかね。うん、十分伝えたい、伝わってる。よし、大事なことだ。なんかあんま思わないけど大丈夫か。まあまあ、いや大事だよ、そういうのもちゃんと伝えるっていうことは。さあということでございましてね、よっちゃんからじゃあ一句ちょっと読んでください。一句一言じゃなくて一句お願いしますよ。この季節、おお、いいよ。みんなで乗り切る、お明日かな。ああ、惜しいなー。惜しい、最後が最後ギュルッと。そうだね、途中までめっちゃよかったね。よかったよかった。でも明日かなもスッて出ればよかったね。そうだね、スッて出ればいいみたいな。まあ、その一個前も字余りだから。そうだねすみません、ちょっといろいろやってくださいということでございます。はい、じゃあ、みんなで、じゃあ明るい明日に向かっていこう。はい、お以上ブルーエンカントでした。バイバイキューバイキュー。これアッパタイの昔のアッパタイの懐かしい。バイキュー最後だろ。そうそうそう、懐かしい。バイキュー。